あやに時計をしたいと思います。で、宇宙にいちゃだだけしたいと思います。 OK。 今ママたち帰ってきました。どうしますか？ママに何て呼ぶの？ポンス君が宇宙に行っちゃいました。え、ポンス宇宙に行っちゃったの？宇宙に行っちゃいました。え、どういうこと？どういうこと？ちょっと確認しよう。え、どういうこと？え、いる？え、なんで？え、もう会えないってこと？もう会えないってこと？宇宙に行ったの？どういうこと？やだよね。いや、やばい。え、探そう。探そう。でもいないよ。本当に。手洗おう。どういうこと？なんで？宇宙に行っちゃったってこと？もう？そう。でも地球にいられる時間、え、そんな少ない？え、いないんだけど。どこ？こっちは？寝室は？いない。ここじゃない。早く探そう。え、どうしよう。じゃあ、え、電話する？え、捜索願い。ああ。生まれてきたようで、そうじゃなくて、本当は宇宙から生まれたんじゃない？うん。ん？今、そこのドアがちょっとだけ動いた気がした。ん？なんだって？違うか。宇宙にいるポンスに、またいつか会えるのを待って。頑張れよ、宇宙でも。ゆうくん？ん？今なんかそこのドアがやっぱり開いた気がしたんだけど。え？開けてみるよ、うん、あれ？いない。いない。違った。なんだ、もうここは宇宙と繋がってるかと思った。ねえ、えー、え、出てー、なんだよ、なんだよ、寂しかったよ。どう、もう一回やる。
ということ。長いよ。長かった。よかった。いなくなったの。なんで宇宙行ってたの？え、どういうこと？ドッキリだったの？ドッキリ大成功って言ってよ。もう騙されないよ、うん。2回目ってドッキリって言わないよ。やらせって言うんだよ。そうだよ。もうないよ。あれ？あれ？俺や。俺や。俺や。いいドッキリだね、ポンス。上手だったね。嘘。次のあのさ、ドッキリやりたい。じゃあまた今度リサと考えて、うん、これから違う撮影があるから騙されたぜ、ね、